どうも、りょうまです。ジャッジアイズ死神の遺言の続きをやっていこうと思います。前回ですね、八神さんのね、事務所でまさかの新谷先生が殺されてしまって、今警察のね、人たちが捜査してね、帰ることができないので、現代ね、法律事務所でね、休んでいいよって言われて、今日はね、ここで休んでね、また捜査を続けようと思うんですけど、今さ、ジムさ、気づいたんだけどさ、見てこれ、ここ八神さんのさ、名札がまだ残ってるんだ、これ。すごいね、ちゃんと残してくれてるんだね。ってことで、じゃあ一回、ここで、休みますか。はい。お、次の日。昨夜、星野くんと待ち合わせをしたんだっけな、シャルルへ向かおう。そうそうだ、星野くんもね、ぜひ一緒に調べさせてくださいってことでね。今日はシャルルで待ち合わせをしてるので、向かいましょうか。またムービーだ。え、なんか襲われたりしないよね。何、老人どうしたの？あ、ぶっ倒れてるよ、老人が奥で。お、がっつりひっくり返っちゃってんな。あれ？行き倒れの老人かな？さすがに放っておけないか。いや、あれはさすがに放っておけないよね。大丈夫？どうしたの？なんでひっくり返っちゃってんの、おじいちゃん。何事？大丈夫ですか？何があったの、おじいちゃん。おじいちゃん。よもぎ。ん？よもぎ？その辺に怒ってるはずだ。悪いが拾ってきてくれんか。よもぎって何？何よもぎって初めて聞いたんだけど。はぁ、あ。おじいちゃん放置すんのこのまま。よもぎって何？あ、こっちかな。この公園の中に何？あんの？この人たちに聞くのかな？ん？何？いえ、すみません。特に用があるわけじゃなかったんですが。あっち行けよ。ええー、おっかない、この人。そりゃそうだよな。あ、別にこの人たちに話しかけるわけじゃないの。よもぎを探し、老人に渡すって書いてあるんだけどさ、よもぎが何なのか分かってないんだけど。でもここら辺にあるってことだよね。ゴミ箱か？あ、ない。あ、ゴミ箱ひっくり返っちゃった。あ、なんかこれ怪しくない？ああ、でも別にあれだね。あ、なんかあったと調べる。ここ？なんでマンホール？しかも普通に入ったぞ、マンホール。あ、ここあれか。なんかさ、お医者さんが、いるところだったっけ、確か。ここにあんのかな？あ、いるいる人。なんかこの辺りに確かさ、お医者さん、この人。お薬かなんか、よもぎって。よやがみさん、この前はどうも。諸星先生どうも。諸星先生が大学病院にいたって本当なんですか？昔の話さ、今思うとよくあんなところにいたよ。あんなところ？なんかひどいとこだったのかな。大学の教授選でライバルの策略にはまってね、もう誰も信じられなくなった。大学病院辞めてフラフラしてるとき、この子の人たちがよくしてくれた。そうだったんだ。それ以来ずっと世話になってる。へえ、そうだったんですね。先生、諸星先生、浜中さんどうしたんですか？さっきの人かな？近藤さんが事故に巻き込まれた。何？今みんなで運んでるところだから早く見てやってくれ。なんかみんな大変なことになっちゃってんじゃん。しかもさっきの人とあれじゃない？これ違う人だよね。よし。できるだけの処置はした。しかし、輸血用の血液が足りない。てかさ、さっきのおじいちゃんさ、ここに来るとき絶対気づいたでしょ。なんで連れてきてあげないんだろう。八神さん。八神さん、浜中さん、ちょっと頼まれてくれ。ええ、いいっすよ。さっきのおじいちゃんは後回し？なんだ、諸星先生。近藤さんと同じ大型の人を何人か連れてきてくれ。わかった。じゃあ、ホームレス仲間に声かけてみるよ。八神さんだっけ？ああ。俺はチャンピオン街の方に声かけてくるから、あんたは第三公園にいる奴らを頼めるか？第三公園ですね。わかりました。それじゃあ頼んだぜ。第三公園に行くの？これ何？第三公園でさっきの上の公園じゃなくって？ここの人たちは違うんだ。これよもぎもしかして？これ先にやっちゃっていいのかな？何なのよもぎって。なんか草？渡してる。これですか？悪いが、そのよもぎをこの氷炭に突っ込んでくれるか。どういうこと？
入れて蓋して振るだけでいい。は、はあ、わかりました。え、なに、どういうこと？あ、振ってる振ってる。え、これで治ったの？もうこのおじいちゃん。あ、読めないったぜ。すげえ優しそうな顔してるな、このおじいちゃん。すごい回復力ですね。一体何を飲んだんですか？こりゃ。これなんて呼ぶの？戦薬ってもんだ。戦薬？ま、俺の特製の薬みたいなもんだ。おっと、名乗り遅れたな。俺はイヤマ。カモロ町で戦薬を作って売ってんだ。仲間、うちからは、竜宮城の仙人なんて呼ばれてる。すげえ呼ばれ方してんな。竜宮城の仙人、イヤマ。なんかすげえ人とあれだね、知り合いになったね。俺改めて言います。あの、竜宮城の仙人ですか？ホテル街に竜宮城って廃墟ビルがあるだろ？あの、そこの4階で薬屋開業してるんだ。すげえ薬作ってるんだ。薬屋ですか？さっき言ってたヨモギってまさか薬の素材ですか？うん。ああ、今日は戦薬に必要な素材を取りに来たんだが、息切りして倒れちまったんだよ。息切りしちゃったんだ。おお、なんかお友達とかかった。兄さんのおかげで助かったぜ。竜宮城の仙人に戦薬か。なんだか怪しいな。いや、確かに怪しいね。お、なんかどこ来た。なんか怖そうなお兄さん来たけど大丈夫？なに？おい、ヤガミじゃねえか。ゲー、景品同盟の野郎か。おい、お前ら。え、待って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 。これからなんかあの、血液取りに行かなきゃいけないのに。うお、またヤバそうなやつが来たな。ヤガミをやっちまえ。嘘。ここで対戦。あ、ちょっと待って、なんかさ、前回の戦いの時からさ、体力ゲージがさ、なんかさ、おかしいんですよ。ほら、あの、左上の。普段よりかね、すげえなんか少なく、ちょ、待って、こいつ強えな、こいつ。なんだよ、おい。やべ、ここでやられるかもしれない。待って、回復。そう、あれをね、直したいんですよね。ちょっと一回、これ肉まん食べて回復するか。これ待って、意外とさ、体力が少ないからこれやばいかもしれないぞ。ここで下手したらやられんぞ。え、てか、え、なんかいろいろ武器持ってる人がいるし、さっきの仙人の人端っこでめっちゃ見てるよ。あ、なんかクラクラモードになっちゃったね、上神さん。これ一回さ、直した方がいいよね、多分ね。直す方法あると思うんですよね。一回この戦い、終わったらね、直し方調べてみるか。なんかさ、ヤガミさんさ、いつもより攻撃力弱くない？なんだこいつら。勝てえ、確かに。え、何笑ってるよ、めっちゃ。こいつら特別だな。半端な鍛え方じゃねえんだよ。しかもなんかあの、ふっかけてきた人ずーっと横で見てるし。何？ヤガミさん、ピンチみてえだな。イヤマさん、離れててください。あ、危ないよ、おじいちゃん。まあ、待てや。こいつを使ってみろ。さっき助けてもらったレーダー。何これ、全然呼び方わかんないんだけど、なんかすげえよ、なんか。これは？俺特製の戦薬用効果は、まあ使ってみりゃわかるさ。さっきからごちゃごちゃ言って、何言ってんだよ、ヤガミ。続けるぞ、ほら。怖えよ。くっそ。え、何？せっかくだから今の、使ってみよっか。何これ、戦薬。飲むと一時的に自信に強い力が宿る。それが戦薬です。渡された、なんちゃらかんちゃらの戦薬を使うと、普段はガードされる塩分での攻撃でも、ガードを崩しつつ、攻撃することが可能です。アイテムアプリの回復アイテムに、なんちゃらかんちゃらの戦薬があるので、早速使ってみましょう。こんなアイテムあるんだ。どっから使えるのこれ。あ、これか。あ、しかも2個くれてる。効果時間30秒しか持たないのね。早速じゃあ使って。あ、一応回復もしとこう。これ使って、あ、せっかくだからこれも使ってみるか。これで何？攻撃、え？上がってる？なんか減りはあんまり変わってない気がするんだけど。やっぱ勝てんだな、この人たち。なんか別にあれか、ヤガミさんの攻撃力が弱ってたとかそういうあれじゃなかったんだね、別にね。こいつらが硬いだけだったんだね。なに？これから何？こういう普通の雑魚敵もなんかちょっと強くなるってこと？厄介だな、だとしたら。あ、今のうちになんかあの必殺技みたいなやつ。これまたボスみたいの倒すの大変でしょ。わーてかなんかあのドラム缶のところでめっちゃ、おいたんたちが震えてるよ。ちょっと待ってね、すぐに。あ、やべえ、なんかすげえ。あ、ヤガミさんがなんかちょっとすごいエッチい体勢になっちゃった、今。ちょっとでも今の体勢見てたかったな。マジで勝てえよ、こいつ。
あ、てかさ、これさ、ここら辺のベンチとか使えんじゃないこれ。いけ！あ、わ、くっそ、ベンチ投げようと思ったのに。やっぱ強えよ、この人たち。ちょっと早く、この体力マジでな。え、待ってね。あ、待って待って、やられる、やられる。これ体力半分しかねえの、めっちゃきついから、これ本当にこれ終わったら早く直そう、これ。ね、待って、攻撃が全然できないんだけど、強い、マジで、こいつ。え、こいつマジでやばくない？なんかさ、ボス並みに強くない？この人。やばいんだけど、マジで。あ、え、これサッカーボールももしかして、いけんの？あ、なんか全然強くないよ、サッカーボール。てか、そりゃそうだよね、サッカーボールだもんね。あ、か、あ、待って待って待って、これ回復つかないと、マジで。死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっとピザマン食べよう。え、ね、ピザマンめっちゃ美味しいよね。ピザマンめっちゃ好きなんだよな。ちなみに自分あれだな、肉まんよりかは圧倒的にピザマン派だな。よし、真剣殴れ。ま、全然なんか、マジで効かないね、こいつら。強すぎない？なんか今まで戦ってきた、ボスより下手したら強い気がするんだけど。しかもまだ全然だ、え、待って待って待って。全然攻撃入んないんだけど、この人。てか体力またやべえぞ。え、ちょっとこれででもあれだよね。ちま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 さ、やっていくしかないよね。え、これなんかすげえ長引きそうなんだけど、これ。ちょっとカットするか、この辺り。まあ、やっと勝てた。この人マジで強かったんだけど。なんか、5分ちょっとぐらい戦った気がするな。強えよ、この人。くそ。あ、逃げてった、逃げてった。え、てか、なんでこのタイミングで襲ってきたの？これが戦略の力か。いい笑顔してるな、ガミさん。いや、でもこの人強えな。どうだ？すげえ効果だろう。いや、すごかった、ほんとに。まさかこれほどとは。兄ちゃん、助けてもらった礼だ。竜宮城の鍵をやるから、今度遊びに来てくれよ。お、行っていいの？あ、どうも。あ、やったー。竜宮城には俺の、住居街に裏カジノや賭博もある。刺激的な遊びを求めるなら来てみるといいぜ。あら、そんなのもやってんだ。へえ、そんな施設まであるんですか。あ、いたたたたた。え、大丈夫？あ、腰が、くぞ。土地だけは戦略でもどうにでもならねえな。痛そう。で、腰って辛いよね。大丈夫ですか？竜宮城に帰るなら送ってきましょうか？いや、さすがにそこまでしてもらうのは悪いな。いえ、俺、これからあっちに行く予定があるんで気にしないでくださいよ。そうか。それじゃあ悪いが頼むよ。え、おぶってってあげるのもしかして、やがみさん。なんかすげえところだな。なんか、魚みたいの似てなかった、今。すげえ怪しげな場所。なんかやば、これやばくない？これ何？どこなの？これ。お、なんだこりゃ。いいリアクションだね、やがみさん。まあ、座ってくれよ。これ、鍋？だよな。うぅ、くせえ。何が入ってんだ、これ。こいつが戦略だ。え？これさっき飲んだの、ヤガミさん。この鍋が？ここに俺の作った特製の汁が入っててな、こいつで素材をぶっ込めば戦略を作れる。特製の汁ってなんかすげえやばそうじゃない？大丈夫？本当に。で、作れる戦略でいろいろな効果を持つもんがあるんだ。ん？いろいろな効果が？助けてもらった例だ。戦略について教えてやるよ。いいか？戦略は物によってその効果が大きく異なるんだ。あ、そんなに詳しく教えてくれるんだ、これ。戦略の種類はいくつかあるんだが、戦略ごとに必要な素材が異なるんだ。素材はどれも街で手に入るようなものばかりだから、そいつらを集めてきて特製の汁にぶち込めば完成だ。なんだか意外と簡単に作れるんですね。ああ、ほれ、ここに一通り素材があるからとりあえず作ってみろや。まあ、ものは試しだ。やってみるか。え、ヤガミさんが作るのこれ。あ、これなんか勝手に動いてる。ほう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 。あ、これね、特製。なこれなんちゃらの戦略を制作しますか。え、これで作れんの。え、完成できたようだな。持ってきな。ありがとうございます。ほれ、必要な素材を書いたレシピをやるよ。おお、なんかレシピくれた。ここの戦略が欲しかったら必要な素材を集めて作ってみるんだな。それとこういった特定のシールが入った標本だ。こいつの素材をぶち込めば出先でも戦略が作れるぜ。これもくれんの？すげえ、ひょうたん。ところでこの、納品依頼と書かれたレシピは何ですか？ああ、そうそう。言い忘れてた。それは俺からのお使いさ。実は今新しい戦略を研究しててな、お前さんにも協力してほしいんだわ。納品依頼とある戦略を作ってきて、納品してくれたら新しいレシピを教えてやるよ。またな。それじゃあよろしく頼むぜ。これマジどこなの？さて、星野くんが待ってることでシャルルに向かうとするか。え、血液なんちゃらは、
あれ別にあれなんだ。メインのストーリーではないんだ。てかマジこれ、めちゃくちゃ怪しいけど、これどこに住んでんのマジで。あ、4階なんだ、ここ。なんかいろいろ行けるんだね。まあでも、あれか、星野くんに会いに行くために、1階に行くか。なにこれどこ？あれこの人たちさっきさ、公園にもいた人たちじゃない？これ何？あ、なんかネジ落ちてる。あ、伸びたコイル。これであれかな？どこかわかるのかな？どこなのこれ？なんかさ、パッと見まだ工事中のところだけど、これ何？入っていい場所なのこれ。なんかますます怪しいな。ということで、シャルルに向かいますか。あ、なんだ？ん？誰からだ？あ、またあれか。キムさん、ヤガミさん。京浜同盟の幹部が部下を削れて街で暴行を働いてます。警察も手を焼いてます。あれ？これ前も来なかった？このメッセージ。このままだと怪我にいっぱいです。ヤガミさん、助けてくれますか？これあれか、メインストーリーとはあれか、別のなんかサブ的なあれかな？え、またムービーだ、なんだ。襲われたりしないよね、大丈夫？待って、これさ、これ前のだよね。また飛ばされたのか、だって。これでもあれでしょ？サブでしょ？これ前にやったし、今回は、メインを進めていくか。てか、あの人どんだけカツラ飛ばされてんのよ。ちゃんとね、あれでもしっかりつけといた方がいいよ。もうあれかな？来てるかな？星野くん。いる？あ、いた。なんかリュック背負っちゃって。あ、東さん。ごめんなさい。またここ使わせてもらうね。お、カイトさんも来てるね。ちゃんとね。この何 ?4 人で調べよう。あ、イケメン。杉浦さん。カイトさんが声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。相変わらずかっこいいな。俺は遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。そりゃそうだよね。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。うん、確かに。やつは舐めんなよ兄ちゃん。あ、怖い。そうやって凄むとむしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。東さん、星野くんって見た目より気も座ってんだね。確かにパッと見ね、東さん怖いのに。一応空手は三段です。え、そうなの？喧嘩で使ったことはありませんけど。ふん。こんな優しそうな見た目で空手切るんだ。みたいだな。ああ、そうらしい。こっからでもどうすんだろう。みんなであれかな、いろいろ情報集めに行くのかな。なんかかっこいい。現場法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな。手貸してくれるか。あ、調べてる。なんか先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。そういうことだよね。新谷が殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。うん、やっぱりわからないな。創薬センターと新谷に何のつながりがある？創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。そうなの？確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。それすごくない？これですよ。どういうお薬？なんか会見？本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。認知症の薬なんだ。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。それってすごいんじゃないの？なんか難しくてよくわかんないけど、この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。木戸博士、神経脳生理学の世界的な権威でアドデックナイン論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時センターを案内してもらった。この人にしてもらったんだ。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデックナインの完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また
一気に増殖するようです。すごいところじゃん。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ。それだよね。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。あ、なるほどね。てめ、人の電話買ってね。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。そこ大事だよね。それを電話だけでどう聞き出したもんかな。あ、難しそうだよね。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。うわ、期待されてるぞ八神さん。どうやって聞き出すの。すげえ、何も考えずにもうかけてるよ。新谷が創薬センターの誰にどんな電話かけたか聞き出すんだ。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は、いや、選択肢、これ怪しいものじゃありませんって。怪しいでしょ。うーわ、これ難しいね。これ意外とこれいけんじゃない。思い込ませてさ、なんか以前の件なんですけどみたいな感じで言えばいけそうな気がするんだけど、これで言ってみるか。源田法律事務所の弁護士で新谷と言います。大丈夫かな。はい。お、ナイスって言ってる。新谷様でございます。お、これ成功じゃない。昨日もそちらへお電話したんですが、またその時の方とお話ししたくて。お、これやっぱ自分予想合ってたんじゃない。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。うわ、これわかんないよね。それがうっかりしてまして、なんとかそちらでわかりませんか。あ、うまい、八神さん。あ、ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。いいんじゃない、いいんじゃない。待って、これも、難しくない。これどれなんだろう。これ、これじゃないよね。殺人事件についてってどういうことだ。これっぽくない。でもこれ言ってみる。カムロ町の殺人事件についてだったと思うんですけど。はい、あの、すみません。間違えたっぽいな。こういうお話ですと、どちらの部署におつなぎしたらいいか。これ薬だ、薬。間違えた、間違えた。そうでしょうね。いや、もう結構です。これ選び直せるよね。電話じゃ難しいな。失敗。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。そうだね、聞きに行くだけ言ってね、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手に。そんな、そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ。今はどうしてるの。確かに今どうしてんだろう。拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。あ、そこにいるんだ。八神さん、面会に行ったりとかは。いや、俺は一度も。面会できんの。なんでそんなこと聞くんだ。大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの。もうストレートに聞くね。マジで無実と思ってた。なになになに。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ。なんからしいよね。それも八神さんが弁護してたよね。そうだ、あゆみちゃんを殺した大久保から俺は二度目の弁護を依頼された。なんかさ、この話題さ、すごい出てくるけどさ、考えてみたらさ、ちゃんと聞いたことないよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。そうだよね。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然。もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。めっちゃ聞くね、杉浦さん。ちょっと立ち入りすぎた。いや、ならいいけど。今まで聞く人いなかったもんね、その件についてね。これからあれか、向かう感じ。
八神さん。何？星野くんまで。すぐ行きますよね。創薬センター。僕、先行ってタクシー捕まえておきますから。公園前通りで待ってます。え、すぐ向かうんだよね。なんかめっちゃ考えてない、八神さん。お、またなんか追加されましたね。ということでね、キリがいいので、一回ここで終了してね、次回ね、そのなんだっけ、先端創薬センター、なんかすごい難しそうなところだけど、そこにね、向かおうと思います。ということで、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。